はい、ナマステ。このビデオは、Zoom で花金1006に、参加できなかった人のために、後から録画しています。はい、ここでご紹介したいのは、こういうネットフリックスの、字幕ですね。字幕をまとめて、録画する方法です。はい、でそのために必要なのが、ここにありますけど、ランゲージリアクターっていうものですね。ランゲージリアクター。これは Google Chrome の拡張機能です。はい、でこれを入れると、こういうふうにね、ここに今「また」とか「村」、「一つ」「死んだ」とかね、こういうのが全部、ちょっと待って、なんだこれ、変なのがあるな。まあいいや。はい、ちょっと今なんかバグってこれが出っ放しになってますけど 大丈夫なのかこれ。はい、はい、でね、まあいいや。こういうふうに、字幕を辞書、字幕に書いてある言葉の辞書をね、簡単に引くことができます。でそれから、英語が読める人にとっては、英語を読める日本語学習者ですね。英語が読めて日本語を勉強している人にとっては、そのこの字幕、辞書も使えるし、その翻訳も表示されるという、これが主な、この拡張機能の、特徴です。はい、もう一回言いますが、このランゲージリアクターですね。ランゲージリアクターというものです。はい、でこの中の機能の一つで、こういうその、字幕をですね、まとめてダウンロードするということもできるんですよ。はい、でそれをするには、こちらをですね、この縦ビューっていうのがありますね。はい、で縦ビューのところにもこういうセリフがずっと、最後の方までずっと続くんですけど、まあこれもね、全部、確かコピペできたかな。これもこうやって、全部コピペできるので、まあこれでもいいんですけど、一つのやり方としてはね。ただでもこれだと、その翻訳が一緒に出てこないし、あとタイムスタンプっていうのも出てきません。で、それをね、今からちょっとご紹介してみたいと思いますね。はい、今、ちょっと待って、もう一回見せますけど、はい、ここの上の方に、3つの、マークがあって、一番右が閉じるで、その次がエクスポートっていうものですね。この、四角の中から矢印が出ているものです。はい、これをクリックすると、この、エクスポートの、設定ができます。で、ここを押すると、ね、Excel でエクスポートできますけど、僕のパソコンはね、Chromebook っていう、その、Excel が入ってないパソコンを使っていますので、今日はこの HTML を印刷というのにしておきたいと思います。で、翻訳、専門家による翻訳を表示する。で、それから、これは機械翻訳を表示するなんですけど、これはね、有料のお金を払っている人しか使えないので、サインインしないと、これはダウンロードすることができません。まあでも逆に言うと、今日ね、お見せしているのは全部、その、サインインしなくても、つまり無料、お金を払わなくても、できる機能ということですね。はい、で、その、タイムスタンプを含めるっていうのがありますが、これは、スタート、その映画の最初からどのぐらい経ったところにそのセリフが出てくるかっていう、そういうものです。で、特にね、文系シラバスとかで、この文系を使ったアニメのセリフを見せたいとか、そういう、ニーズがある、人にとっては、これはとても大事な、機能なので、オンにしておいた方がいいですね。はい、これ保存した単語のハイライトっていうのもあるけど、これはね、サインインしてない人にはあまり関係ないので、ちょっとここでは触らないことにしておきます。はい、ではここでもこのエクスポートっていうのを押してみましょう。本当にね、あっという間にできちゃうんですよ、これがね。はい、今ね、右の方の画面にこれ出てきてるの見えますかね。これ見えてるといいんですけど、でさっきのこの、ここですね、また村が一つ死んだというところに、今ここに出ているセリフが映っているのが分かると思います。この右側の、方にね。はい、じゃあね、ここで例えばですよ、文系シラバスで教えている人がね、みんなの日本語の、例えば19課で、したことがありますっていうね、そういう、文系を教えるときに、じゃあこの、ナウシカのビデオの中でどこにそれが出てくるかっていうことですね。でその場合は、これまた一つの流しでもいいや。ここで検索することができます。たことでやればいいですよね。たことで検索してみると、
はい、もう、いきなりこっちに出てきましたよね。あら、私が嘘ついたことあった、ここで「たことがあります」の文型が出てくるわけです。でここが44分11秒というふうになってますよね。はい、で、じゃあそれをこちらの方でそこまでいけばいいわけですよ。44分11秒でしょ、この辺からね。はい、でね、ちょっと待ってね、今これを押してみましょう。ありがとう、大事に食べるからね。姉さまかわいそう。はい、でね、今ねこれ自動的に一時停止が入っていますが、これがね AP という機能を使っているからです。 AP はオートマティックポーズだったかな、オートポーズかなんか忘れましたけど、このこれを右側にオンにしていると、一つのセリフが終わったところで自動的に一時停止になるので、それでこれですね、次の、次の字幕というのを押すと、その次のセリフが現れます。はい、ちょっと待ってね。はい、投票急げ、出発だ。あれ、でもこれってもう過ぎてますよね。ちょっと待って、44分14秒でしょ。まだ、ちょっとね、これもうちょっと大きくしていいですか。あ、じゃあこれ止めましょう、これ。はい、まだかな。はい、じゃあちょっとやってみましょう。はい、みんなもう泣かないで。はい、じゃあこれもどんどん次。大丈夫よ、私はすぐ帰ってくるわ。本当に？あ、そのこの次ですね。はい、あら、私が嘘ついたことあった。はい、ここがこのセリフが今出てきたところですよね。はい、で、あら、私が嘘ついたことあったというセリフがここに出てきました。44分14秒のところです。で、ここに次のセリフっていうのと、それから前のセリフがあるんですけど、その間に繰り返し再生っていうのもあります。で、これをこれを押すと、同じセリフを、もう一度そのセリフの頭に戻ってから最後まで行って、そこで一時停止するんですね。まあ、この AP があれば、 AP をオンにしていると終わったところで一時停止します。ちょっとやってみましょうね、これね。あら、私が嘘ついたことあった。はい、もう一回押します。あら、私が嘘ついたことあった。あら、私が嘘ついたことあった。はい、まあこんな感じで、その聞いてほしいセリフをこのね、ダウンロードして、そこで簡単に検索することができて、でしかもそれをこちらで、その場面を探して再生して、でしかもそこだけを何回も繰り返して、再生すると、こういうようなことがこの、Google Chrome のランゲージリアクターですね、ランゲージリアクターを使うと、それが簡単にできるようになっています。はい、それでは、今日の動画はここまでになりますね。はい、失礼します。フィルムレンゲー。